はいじゃあ、企業版チャット GPT の活用法についてデモしたいと思います。でチャット GPT の画面を開いてですね、えーとまあ、こういった事業をやりたいなと思ったときに分かりやすいところでコロナが終わって、訪、えー、日外国人向けの事業を開始したいな、やってみたい、そのジャンルでやってみたいなと思ったときにですね、えー、こういったことをこうチャット GPT に入れるわけですね。訪日外国人の課題について調査してますとで。どのような課題があるか5つ挙げてくださいみたいな。 でマークダウン形式で左からこんな感じでペルソナ書いて50文字以内で課題を書いてくださいってやるとですね、えー、こういった形でチャット GPT が、えー、出してくるわけですね英語が話せない観光客グルメ旅行をする人々単独旅行をする女性、えー、車椅子を使用する観光客、まあ、それについてそれぞれの課題書いてくれてるんですけど今5つ書いてくれてたんですけど例えばあと5個出してみたいな感じで言うと、えー、またこんな感じであと5個出してくれたり するわけですね。上と被ってないやつが出てくるわけですね。これをですね、今デモなんでここにしてますけど、あと100個あげてくださいって言うとですね、あと100個ぐらいバーって出してくるんですね。まあ、あの僕はあのチャット GPT はですね、超メンタル強い右腕だというふうに思ってまして、えー、でも、社員にですね、100個出して、いや、あと100個。 あと100個って言ったらですね、大体そういうやり方すると、絶対社員ってやめちゃおうと思うんですけど、チャット GPT は全然ですね、気にせず出してくれるんですね。あと5個出して、今ー出してくれるわけですね。で、その課題を出していって、で、この課題の中から自分のやっていきたいアイディアを出していきたいんですけど、じゃあ、例えば英語以外の言語が少ない問題について解決したいんだけど、それを解決するようなビジネスアイディアも 考えてって言うと、チャット GPT は考えてくれるんですね。でも、一個一個ですね、こういうふうにコピペして、これについてのスタートアップ的なアプローチで課題を考えてってやると、一個一個めんどくさいですよね。めんどくさいんで、じゃあどうするかというとですね、チャット GPT を Google のスプレッドシートに連携させるわけです。連携させて、えー、こっちにさっきのセグメント。 個人旅行者、グループ旅行者。これ、100個でも1000個でもいいんですけど、100行でも1000行でもいいんですけど、それに対して課題があってですね、それに対して、えー、従来ないビジネスアイデアで、まあ、関数入れるわけですね。僕、ちょっと関数よく分かんないですが、これをコピペしてやったやつなんですけど、新しい技術を絡めてスタートアップの事業にするような内容を簡潔に教えてくださいということで、日本語が分からない、えー、個人旅行者に関しては、えー、AI 通訳アプリということですね。 えー、そういうのをこう提案してくれてるんですけどこれの関数をコピペするとですねチャット GPT が裏で動いてですねでそれぞれ観光スポットがよく混んでいて汚れつく回れないとかですね、えー、レンタルした着物を自分で着付けるのが難しいというような課題とか予算が限られているような 学生旅行者に対してはどうするかっていうと全部それをスタートアップ的な新しい技術を用いた解決のビジネス,ビジネスのアイデアを出してくれると例えば旅行の予算が限られている人にとっては旅行者向け AI 予算プランナーっていうのを作った AI プランナーっていうのを作ったらどうでしょうとかですねじゃあこの解決の中から自分たちでどういうアイデアをビジネスとして取り組んでいくかっていうことをこう 選んで,でさららにここからブラッッシュアップしていくともちろんこれをこのままやったらそのまま成功するかというとそうではなくてあくまで叩きなんですけどこの叩きを考えるのが今まで本当にこう時間かかったりとかしてたんですけどそれがこうバーッと出てくるんでですね非常にこう効率よく事業内でを考えることができると。でさらにですねまたサービスの名前とかを考えさせるのも得意なんですけどじゃあえ旅行者に向けて。 スキーに興味がある旅行者向けのサービスー、こんな課題に対して、サービスの名前を10個考えてくださいってやるとですね、自分でもちろん1個1個考えていってもいいんですけども、まず叩きとして、チャット GPT に考えてもらうわけですね。10個出してと。 いう風にすするわけですそうするとスキーナビスキーファインダースキーバディスロープガイドスキーイースみたいな感じで出てますけどこういう時にあと100個出してっていうとですねこれも社員にやると怒られるやつですけど100個出しますとで上から全然こうかぶらないやつが出てくるわけですねこのスピード感でこの課題に対しての適切な向いてるんじゃないかっていうアイデアが出てくるわけです じゃあスキー55とかにしましょうかね。スキー55。今まだ考えてくれてるところなんですけども、ストップでいいですね。では、スキー55にします。っていうとですね。それで素敵なビジネスアイデアの名前ですね。スキー55は、なんたらかんたらで、こんな事業ですよね。みたいな感じで、スキー55の名前を覚えてくれるわけですね。そこからですね、スキー55に対して、この課題についてですね。 ペルソナどんな人がターゲットになるかみたいなその人の詳細を考えてくださいというのをですね出してもらいますそしたらペルソナの基本情報としてはその訪日の外国人でスキーに興味がある人ですねジョン・スミスさん年齢は32歳で性別男性で IT エンジニアでカリフォルニア州で未婚子供なし大学卒業でこんなペルソナの人がターゲットとしていいんじゃないでしょうかみたいな感じで出してくれるんですね で,でお決まりのですねあと2人出してというふうにこうやりますとまたこの2人が出てくるわけです。でこのサービスのペルソナスキー55のペルソナが3人ぐらいこう出てくるわけなんですけどでこういったペルソナを想定してじゃあどういうことを考えてるのかなっていうのが気になると思うんですけどその考えた時にですね えー、まあ3人目トルム・ウィルソンさんが出てきましたけどもそれぞれの背景でこのスキーに関してどういった、えー、悩みとかどういったニーズがあるのかなっていうのをですねヒアリングしたいなというふうに思うわけなんですけどチャット GPT でそれをやっちゃうわけですねこのペルソナの中で、えー、背景でそれぞれでチャット GPT が司会,司会者になってですね、えー、3人でディスカッションしてくださいと いうこと、をですね言うとこの3人でディスカッションが始まります。じゃあ、グループインタビュー始めましょう。みたいなで皆さん、スキーにが興味があるとおっしゃってましたね。スキーにどんな課題がありますかスキー上の情報が少なくて分からないんですよね。私も同じです。私はスキーが初めてなんで、必要な情報が何か全く分かりません。そうですねでは、スキー場の情報をスマートフォンアプリに提供できるばは便利だと思いますかジョンが、そうですね。 エミリーも私も同意見です。ともはスマ,スマホで情報を手軽に取得できるということはとても便利だと思います。みたいな感じで、えそれぞれのペルソナの背景で、えそれぞれの意見でですね、えー、ディスカッション。 してくれるので、えー、そのグループインタビューをして、えー、なるほど、こういうことに困ってて、えー、じゃあこういうアプリをこういう機能をつけていったらいいんじゃないか、みたいなことまでがですね、えー、普通にサクッとできるとで。そこからサービスの名前も決まったしで、こういった方々向けのホームページの構成はどんなものがいいかとかですねで。さらにはそのコンテンツも考えてくださいと。もちろんそれがそのまま使えるわけじゃなくて、えー、それからさらにブラッシュアップして、どのアイディアをピックアップして、 どこをブラッシュアップしてみたいなところは経営者、企業家の手腕によるところなんですけども、こういった使い方で、超速でですね、えーあの、ベースとなるアイデアまで出していくことができるということで、非常にこう高速で、えー、事業検証を回していくことができるようになると。でこういったものがですね、 さらにはもっとペスト分析とかフファイブフォースとかですね分析させていってより深く検証していくっていうことができたりするんですけどそういったことをセブンのアクセラレーションプログラムでチャット GPT を使ってやっているということです。